こんにちは、みそいんにだ。今日は何するかって言ったら、タイトルを見てね、ちょっと驚いた方はおると思うんやけど、実はラーメン吸引もね、ちょっと読みようかなと思って、なんでかって言ったらね、あ、てか今日すごいね、ゆるい動画になると思います。私もね、ちょっと今すごい顔なんやけど、ごめんなさいね。ラーメン吸引をやめようと思って、でね、なんでって思う人おると思うんよ。実は今、ダイエット中です。実は今ね、ちょっとダイエット中、ちょっと実は今ダイエット中にしようと思って、ラーメンをちょっと2週間ぐらいお休みしたよね。ラーメンからはね、ずっとね、夜戻せや夜戻せやってずっと LINE 来るんやけど、ちょっとごめん、今そういう気分じゃないというか、あなたに会ったら私が私で俺になると思ってちょっとこうやってやってんやけど、まあね、めんどくさい言い方してるんでごめんなさい。実はね、今ダイエット中。なんか自分ね、ダイエットって言ってもね、やる気にならんっていうか、結構甘えてしまうタイプなんやけど、動画 YouTube の企画にしたらね、気合というか、みんな裏切ったらいかんと思ってね、結構いけるんやけ。ああいうダイエットも結構ね、しんどかったんやけど、結構頑張れたんやね。やけ、今実は YouTube のダイエット企画としてダイエットしようんよ。やけね、もうちょっとしたらダイエットが終わったら、その報告をちょっと載せるけん、マジでみんな期待しとって。今回ね、結構過酷というか、ああいうダイエットという期間も長いし、あるやけ。おちゃけん最近ね、吸引動画上げれてない。自分ね、動画ストックとか全然ないタイプやけんね、もうラーメン吸引したら、吸引したそのままくでーろ感じたままにそのまま編集してパッて出す感じやけんね。マジでね、ラーメン吸引の動画ストック1個もないんよ。やけんね、皆さん、ちょっと今はラーメン吸引って距離置いとるけど、このダイエットが終わってみて、今までよりね、すごい吸引をみんなにお見せできると思って。年越しそばじゃないよ、もう世の中年越しラーメン、もう吸引で年こそやみたいな感じでね、ちょっと頑張っていきたいと思います。んで、ちょっとさっきからまず言うのは何って言ったら、見てください、この大量のサラダをチャルモッケしていきたいと思います。チャルムッケースニーダ。うん、でもサラダとか野菜とか結構好きで、そんなに食うではない。まっそまっそ。最近みんなどうですか？今ね、何日やと思う？当ててみて。当てたらちょっとすごいよ。携帯がない。え、携帯下置いてきたかな。多分ね、20日多分よ。弟が映画の三国志見に行くけんって言って、私を送り迎えしてあげた。めっちゃ優しいお姉さんやな、夜分。でさ、三国志見たかったけど、え、私も一緒に見たいって言ったら、やめてって言われた。確かにね、そうよね、友達おるのにお姉ちゃんついてきたらめっちゃだるいよね。でも見たかった。うまっ。やっぱ水が一番おいしいわ。西条の水ほんまね、おいしい。私、水、もうずっと水で。そう、映画といえばね、この前約束のネバーランドね、見に行った映画。漫画は自分読めんのやけど、アニメやったらね、全部見とって、その配信されてる部分全部見とってね、見とったんよ。いや、すごかったよ。北川景子さん相当綺麗やしね、ノーマンがめっちゃノーマン。これね、映画ね、見た人見んねんやけど、ノーマンがマジでノーマンだ。もうアニメのノーマン。あの俳優さんすごい。あとあれ、あの子誰？ノア？レア？ノレ？ノア？なんかもう一人男の子いるやん。めっちゃイケメン。犯罪家族会に、防犯家族会に似てとった男の子。めっちゃイケメン。その人かっこいい。もうね、あの年でめっちゃ顔出来上がっとんよ。約束のネバーランドで、ね、渡辺直美さんとか出とって、いや、もう渡辺直美さんめっちゃおもろい。なんかもう一人で笑ってしまったんやけど、自分さ、ほんと映画好きなんよね。一日日本は映画見よる最近。どんなに忙しくても編集しながらとか、どんなに眠たくてもずっと映画見てそのまま寝るみたいな感じなんやけど、なんかおすすめの映画あるっていう人教えてや。あとは最近何見たかな。うん、タッチャ見た。タッチャ、あ、ふぅ。タチャってさ、今まで結構いろんな人がやっとったと思ってさ、ビッグバンのトップさんもやっとったし、ハイエースルさんが若い頃出とったやつとかもあったと思うんやけど、自分的には今回のやつはあんまりやったかな。一番はやっぱトップさんのやつ、まあトップさんかっこいいけんっていうのもあるんやけど。うん。でもハイエースルさんたちの代のドラマも結構面白かった。てかダイエットってほんと終わりが見えんというか、安さとしてもさ、どうせまた安さくなるというか、後で太ってから気づくよね。なんか、あ、あの時安とったんやみたいな。なんかダイエットってほんとになんかあれだと思う、永遠の課題。トマトめっちゃ美味しい。昔ね、自分中学校の時トマト大嫌いだったんよ。平成ジャンプの山田くんがめっちゃ好きやったん。いや、もうね、ワンチャンね、山田くんに会うためにね、芸能界目指しとった時期もあった。目指しとったって言ってもね、なんていう、いろんなオーディション行ってとかそういうのじゃなくて、ただなんか女優さんになりたいな、なんとか歌手になりたいなみたいな思っとっただけなんやけど、それこそ明星とかめっちゃ買いよったんよ。買ったことないジャニーズの雑誌ポテトみたいな毎月買いよって、で、山田くんってめっちゃイチゴ好きで、で、トマト嫌いだったんよね。本当か分からんけど、多分本当やね。嘘はつけません、山田くん。ええ人やけん。で、なんか山田くんがトマト嫌いっていうの知って、なんか好きな人と一緒のもの嫌いになりたいみたいな、そういうなんかめっちゃ甘い考えだったね。意味は、今思ったらはみたいな感じだけど、いや、トマトもかわいそうやみたいな感じやん。だけどね、私そっからね、自称トマト嫌いになったわけ。だけど、あれ不思議。本当にトマトのこと嫌いになってね、なんかブジュッとしてる感覚とかね、めっちゃ無理になったんよ。最初は口だけだったのに。で、なんかトマトとも距離置いとったんやけど、
高校3年生ぐらいにね、久しぶりにトマト食べたらね、めっちゃ美味しいみたいな、秒でより戻せやみたいな感じで秒でより戻った。そっからトマト大好き。あとブロッコリーも好き。ブロッコリー美味しいよね。うん、中学校懐かしい。みんな中学校何しよった？中学校何があったやろか。なんかさ、中学校とか高校とかってさ、めっちゃ世間狭ない？その時はめっちゃ、なんかそこだけで中心で回ってるけど、いざ卒業とかさ、県外自分が出てみたりしたらさ、なんで自分はあんなちっちゃいところであんなめっちゃちっちゃいこと悩んどったんだろうみたいな思うことない？高校生やけん全部が高校中心に回るわけやん。ほんならさ、やっぱ嫌なこととかさ、嫌な人とかもおるわけやん。だからさ、世間さ、よう DM で来るんやん。なんか高校でさ、なんか嫌なことがあれとか嫌なことされるんですみたいなあるんやけどね。卒業とか今は辛いかもしれんけど、いざそこから出てみたらそんなに相手も大したことない人だったり、案外大丈夫だなみたいなことがねある気がして、自分なんか説明下手やね、話すの下手。語る動画とか向いてないのにこうやって語る動画撮りたがる。何この動画。私みかん高校の時56個食べた一晩で、やばくない？めっちゃみかん好きなんよね。やけんね、みかんってね、あれね、食べ過ぎたら顔とかね、皮膚黄色くなるんよ。マジになったけん。みかんマジで1日ね、56個とかね、そういうな、40個とかね、ほぼ毎日食べた高校の時。そしたらマジでね、肌とかね、手とかもね、黄色くなってたけどね、手にファンデーション塗って学校行きよったレベルで、マジで黄色くなって、友達にさ、おはようって言われるやん。おはようって手振り返したら、黄色って言われたんよ。それぐらいこことかもね、顔とかもね、全部黄色くなっとって。だけど気づいたら治るんやけどね。みかん食べ過ぎんようにしてる。みかんは話戻るけどさ、今ダイエットしようって言ってやんか。ダイエット終わったら食べてほしいものとかあったらコメント欄にぶち込んで、もう全力で食べさせていただきます。もうね、今のお腹すきすぎてね、ほんと何でも食べれる気する。見て、イニスフリーのマスカラ。前のメイク動画でも紹介したけど、これマジでいいよ。めっちゃトマト美味しいんやけど、ダイエット動画成功したらいいな。みんなに喜んでもらえる動画作れたらいいな。ほんとスタヤでさ、DVD 借りてきたんよ。これ食べたらね、DVD 見ようと思って。何がいいと思う？私、お名前はアドル。何がいいかな？9人の翻訳家。あ、これ最近見たよ、韓国のね、国家情報局ミスターズー。なんか、動物と喋れるやつ。なんか、自分の韓国の映画の目撃者っていう韓国のね、大好きな映画があるんやけど、その俳優さんがやるよりやつだって、まあ、なんか韓国で驚きの大ヒットみたいな感じだったけどね、驚きの大ヒットってどういうこと？と思って、大ヒットするわけないやんと思っとったけど大ヒットしたってこと、それとも驚くべきほど大ヒットしたってこと、なんかその意味を分かりたかったけど、借りてみたんやけど、どっちだろうって感じだった。でも映画で一番好きというかめっちゃ上位的に好きなのはキックアス。キックアスはやばい。やけどキックアスね、エロいんよ。エロいというか、ピーって入る単語がさ、めっちゃ連発されるけどさ、お母さんとお父さんとは見る方がいいと思う。単体で見るべきだと思う。やけど友達とか。マジでそれぐらいピーってね、単語がめっちゃ入るけんね。なんかそういうのってめっちゃ気まずいよね、親と見よったら。けどみんなもしよかったらキックアス見てみて。うわ、めっちゃ顔光る。